日本の軽空母、龍砲。ウルシー白地付近を航行中の第38任務部隊第3軍。非87戦団は太平洋戦争後期の1944年12月の1945年1月に文字からシンガポールへ公開した日本の護送戦団である。貴重な大型タンカーを中心に編成され、石油の積み取りを任務とした。 フィリピン反抗作戦のため行動中のアメリカ海軍機動部隊による空襲と複数の潜水艦による襲撃を受けて壊滅的損害を被った。太平洋戦争後半の日本は占領下にあるオランダ領東、インドから石油を日本本土に運ぶためシンガポールと文字の間で非戦団と称する高速タンカー戦団を運航していた。 非87戦団もその一つで、戦団名は通算87番目の非戦団を意味する。日本海軍は1944年4月頃から潜水艦対策のため5層戦団を大規模化する大戦団主義を採用していた。非87戦団も大戦団主義に基づいた編成で貴重な1万トン級大型タンカー6隻を主体に編成され、 給油監視員と中型タンカー、貨物船、各一隻も加入した。護衛部隊は、第7護衛戦団司令部の指揮する、第1護衛艦隊所属の解剖艦4隻を主力とした。また、台湾へ特攻兵器の王家を輸送する連合艦隊所属の、軽空母流砲の護衛として、第2艦隊所属の艦隊型駆逐艦4隻を同行させる予定であり、 異例の強力な婦人となった。流頬は輸送物資の王家58機を搭載していたが、それ以外に護衛作専用の航空機を搭載していたかは不明である。なお、流頬は当初ルソン島クラーク基地に第721海軍航空隊の王家を輸送する計画だったが、同様にルソン島への王家緊急輸送任務についた空母運流が潜水艦によって撃沈された事例を考慮し、 ルソン島行きは断念された。日本海軍において、香港や海南島方面の警備を担当していたのは、ナ方面艦隊であった。ナ方面艦隊及び、非課部隊が保有していた、航空部隊はすでに引き抜かれており、海南島の第901海軍航空隊三海派遣隊と、第951海軍航空隊、上海派遣隊の協力を得て、かろうじて防空を行っていた。 両隊は、シーレーン防備のため対戦を重視した編成であり、保有戦闘機は少なかった。一方で、アメリカ軍は1945年1月9日のルソン島上陸作戦に向けて、空母機動部隊と陸上基地航空部隊の双方を投入して、事前攻撃を本格化させていた。ハルゼー提督が指揮する高速空母機動部隊である第38任務部隊は、 1944年12月末に、ウルシー白地を出撃し、台湾周辺の日本側反撃戦力、特に、冷凍沖海戦で取り逃がした、航空戦艦ひなたと伊勢の破壊を狙っていた。この時の第38任務部隊は、戦艦6隻、正規空母8隻、軽空母5隻を主力とし、搭載航空機800機以上の圧倒的な戦力を有していた。その他、 東、シナ海から南シナ海まで多数のアメリカ潜水艦が作戦行動中であった。1944年12月30日、大海輸部隊を含む非87戦乱部隊は、文字から飛行予定地のキールに向けて出港した。駒沢少将座城の帰還審議を基準線として陣形を組み、原則12ノットで航行した。対戦防御のため、 潜水艦の行動が困難な沿岸海域に進路を取り、朝鮮半島西岸から航海を経て大陸沿岸を南下した。しかし機関や火事の故障が相次ぎ一時脱落する輸送船が出た。1945年1月3日、第38任務部隊が台湾への空襲を開始した。また米軍上陸船団がルソン島西方海面を北上中であり、 非87戦乱部隊が、米艦隊と鉢合わせする、可能性も出てきた。これらの事情を考慮し、非87戦乱部隊は、長鮮軍島北方白地へと一時避難した。特に空母流砲は、駆逐艦3隻の護衛で分離し、死列島の首相山白地へと移った。1月5日に非87戦乱部隊は、航行再開したが、7日に大陸沿岸を離れて、 台湾北西端へ渡ろうとしているところを、アメリカの潜水艦、クイーンフィッシュ以下3隻からなる、ウルフパック第17.21任務軍により、発見されてしまった。そのうちのピクーダが攻撃を仕掛け、11時27分に、タンカーのムナカタマ丸が魚雷を受け損傷した。ムナカタマ丸は護衛の解剖艦倉橋と共に、戦団部隊から落語した。両方も分離され、 駆逐艦三隻の護衛下で、キールンへと送り届けられた。流砲到着を見届けた浜風と磯風は反転し、胸型丸と倉橋に合流した。浜風と磯風は、胸型丸を、キールン港到着を見届けて、先87戦団部隊を追いかけた。一方の日87戦団主力は、農務の影響で、台湾新築沖合の中、港白地に下白した。 旗流信号を読み違えて一時分裂、駆逐艦浜風とタンカー解放丸の衝突事故が発生した。第17駆逐隊司令は司令駆逐艦を磯風に変更し、磯風は非87戦団部隊に同行した。8日夜、非87戦団部隊は台湾高尾へ入り泊した。翌1月9日、米軍はルソン島輪川湾に上陸を開始した。 同9日、第38任務部隊が、高尾港を含む台湾や海南島を空襲し、台湾高尾港に停泊中の日87、船団部隊も攻撃を受けた。タンカーの黒潮丸が大きく損傷したほか、新位、第13号解剖艦なども、損害を受けた。本船団から、故障落語していた海宝丸も、護衛に残った、解剖艦2隻と共に追及中のところを、 アメリカ軍機に捕捉され、直撃弾6発を受けて、炎上沈没した。解放丸には、軍学隊隊陸軍将兵ら約1000人が便乗中で、うち約200名が戦死した。護衛の解剖艦や城も空襲で損傷、解剖艦艦長や航海長など13名が戦死して、多数の重軽傷者を出した。なお、この日の台湾への空襲では、第3号解放艦など、 本船団以外に5隻の艦船が沈没している。高尾滞在中に船団の編成外が行われた。台湾止まりの貨物船達カ丸と損傷した黒潮丸は除外され、代わりに非8二船団から途中離脱したタンカー橋立丸が加入した。大家の台湾輸送に成功した劉邦は大量の砂糖を積み込み、高尾発。 文字行きの他も35戦団に編入されて帰路に着いた。護衛部隊も解剖艦が編入されるなど大幅な入れ替えがされ、駒沢少将の機関が給油艦新位から解剖艦艦時へと変更されている。1月10日、タンカー6隻と護衛の解剖艦9隻、駆逐艦しぐれの体制になった日87、戦団部隊は高尾を出発した。 出発から間もなくタンカーの光島丸が機関故障を起こし、高尾へと引き返した。12日午前にはタンカーの天栄丸も火事が故障したため、解剖艦3隻の護衛で香港に向かった。日本商船への攻撃を終えて、空母方ネットに帰還するアメリカ海軍の SB に C 艦爆。1月12日、グラティキュード作戦に基づき南シナ海へ。 侵入していたアメリカ海軍第38任務部隊は主たる目標であった日本海軍第2遊撃部隊を発見できなかったため代わりにフランス領インドシナ方面で通称破壊を開始した第38任務部隊の空襲により非86戦団などが壊滅したのを受けて海上護衛装司令部は同12日正午過ぎ先87戦団部隊に 香港への退避を命じた。十三日夕、先八十七戦団部隊は、香港に到着した。被害の極限を図るため、非十七 a 戦団と非87バイト戦団の二個定団に分かれて行動することになった。十四日、正午ごろ、b 十四型爆撃機が香港に飛来し、偵察を行った。しかし、非十七戦団が再出発する前に、 北上してきた第38任務部隊が、香港や台湾への空襲を開始した。日本軍は、対空砲火で応戦した。15日の香港空襲では、タンカー2隻が資金弾で損傷した。高尾航空襲では、同航で待機していた、駆逐艦旗風が沈没した。魔航空襲では、駆逐艦津賀が大破格座したが、浜風が環状機発起撃墜。 20機撃破を記録した。海南島では、非86戦乱部隊の残存解剖艦が空襲を受けたが、撃退した。第38任務部隊の空襲は16日も続いた。また陸軍機の P-38 総発戦闘機や、P-51 ムスタングも空襲に参加していたという。香港では、タンカーの天栄丸が沈没、同松島丸が、 大破炎上の後に格座、給油艦心意も直撃弾4発で大破して、航行不能に陥った。無傷のタンカーは、沢楽丸だけだった。香港のカドックで修理中だった、駆逐関連も若干の被害を受けた。護衛部隊も、解剖艦複数隻が勝破、他の護衛艦も、戦死勝者を出した。日本側の記録によると、15日の戦闘では3機、16日の、 戦闘では22機のアメリカ軍機を、戦団の対空砲火で撃墜している。香港で大損害を受けた日87戦団は、沈没、大破したタンカーを除外し、無傷の皿枠丸を護衛して、航海を続けることになった。タンカーの皿枠丸と護衛艦,艦艇4隻が日87、A 戦団、タンカーの橋立丸と、解剖艦2隻が日87バイト戦団へと、分割された。 また他の解剖艦は、シンガポール発の非戦団の護衛に急ぐため、先見部隊として分離されている。17日、第41号解剖艦と第205号解剖艦がシンガポールに向け、香港を出発した。駆逐艦しぐれ。航軍艦と謳われたものの、本戦団の護衛に協力中に撃沈された。非 87A 戦団部隊は、17日夜出港。 慶州海峡を抜ける、雪岩航路で南下した。19日に、海南島のニレハヤシ港に立ち寄り、補給を行う。同地で第七護衛船団司令部が下船し、以後は、漢樹艦長の指揮で航海を続けた。ニレハヤシでは、皿枠丸に兵員440人が便乗している。非87衛船団部隊は、22日に敵飛行艇などに発見された。24日、 未明、シグレが22号電単で敵潜水艦を探知して対戦戦闘に移った後、アメリカの潜水艦ブラックフィンの来撃で撃沈された。三宅と第13号解剖艦が共同で対戦戦闘を行い、またシグレ生存者を救助した。午前8時過ぎには残存船団をアメリカの潜水艦ベスゴが襲撃し、サラ・ワクマルは選手にひかみなりした。 サラワクマルは自力航行可能だったので26日にシンガポールにたどり着くことができた。キ87バイト船団は橋立丸のガス爆発による損傷が香港で修理可能な範囲を超えていたため運航取りやめとなった。橋立丸は修理のため日本へ開港された。なお、ザ87船団から途中で脱落したタンカーのうち光島丸は 高尾での修理を経て、九91戦団に合流し、2月8日にシンガポールへ到着している。胸方丸と黒潮丸は、それぞれキールンと高尾で修理中の1月21日に、またも第38任務部隊の空襲を受けて、全損となった。死議も、香港で修理未了のうち4月に、再度の空襲を受け大破した。着定し、 復旧されないまま終戦を迎えた。有力な大型船団として運航された日87、船団であったが、シンガポールまで到着できたのは参加タンカー9隻のうち落語して、後続船団での到着となった光島丸を含めても2隻だけという失敗に終わった。たとえ空荷の状態であっても、貴重な大型タンカー多数が激沈破されたことは日本にとって大きな痛手となった。 本船団の失敗は、非86船団の全滅と並び、大船団主義では、機動部隊による攻撃には、対抗不可能なことを明らかにした。根本的な戦術見直しの結果、本船団で二個手団への分割が行われたように、以後の日本の五艘船団は、一転して、小規模船団方式へと変更されることになった。数少なくなった、輸送船の稼働効率を高めつつ、 分散して被害を極限する狙いであった。本船団の壊滅後、南方航路は石油輸送に限って維持されることになり、本戦団加入タンカーでシンガポールにたどり着けた2隻も参加することになり、光島丸は非96船団に加入して3月27日に文字へ帰着、戦時中最後の日本への南方石油輸送成功例となった。皿枠丸は,くまるは 南方初最終便となった日 88J 戦団に加入したが、嫌いに接触して沈没した。結局、本戦団参加タンカー9隻のうち、石油輸送に成功したのは1隻のみという結果に終わったのである。日本軍は南方所在の大型艦を日本本土に寄投させる方針を固め、2月中旬に燃料と物資輸送を兼ねた北郷作戦が実施された。 日87戦団を護衛した第41号解剖艦と、第205号解剖艦は内地へ戻るタンカーセリア、丸の護衛を任され、同戦は2月7日に、北九州6連に到着した。クマ丸をシンガポールに送り届けた漢寿と、三宅は日 88C 戦団を護衛して1月31日に、出発、2月下旬になり、北九州に到着した。 第13号解剖艦は、解剖艦役と共に非 88D 戦団を護衛し、続いて非 88H 戦団を護衛する。輸送船一隻を失った後の2月23日、役は、米戦水艦ハンマーヘッドの雷撃で沈没した。注釈区参照。ありがとうございます。